拾います拾います。いっ、え？ちょっと待ってこれ違う。ああ。え、全然回復し。どうしてもなんかあれけなんか言いたそうだね。いや、コーラ好きなんでね。訴えてやろお前ら二人。たらその分プラスだからな。そう。この辺にいるはずなんすよ。こんなところにいるやつなんて。いた。大体犯罪者だろ。お待たせしました。父ちゃんかよ。ああ、ありがとうございます。後ろに乗っていただいて。あ、はいはい。え、すげえ。セスナが飛んでる、セスナが。どこまで行きますか、これは。これはそうっすね。あ、そうだ、ちょっと、これ、はい、このポリタンク持ってるんですけど、いります？これ、ガソリンの。ポリタンク？そう、これ。拾います。え？だー！きょうちゃん。よし。よし。ありがとうね。ありがとうね。ごめんね。ドーム。いいの持ってんね。ドーム。え、これ何？え、このチップみたいの何？これ。ドーム。このチップみたいの何これ。これ何？それカジノで使うやつで。そうなんだ。一個、お、アリケンもこれいる？うん、俺はいいかな。大丈夫？うん、俺は大丈夫。お、アリケンちょっと待ってよ。ちょっとアリケン降りるか、車渡すか。あ、そうだね。うん、そうだね。じゃああとよろしくね。ごめんねアリケン。じゃあね。タクシーにしろとしてんの？オッケー。海賊してターボンもつけたんすけど盗まれたんすよそれを。ああ、キョウちゃんに。そうです。そう、盗まれて。かわいそう、マジ許さねえよ俺見つけたら。150万ぐらいかけて改造したんすけど。マジか。あ、こら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 、何なんだ。ちょっと待ってこれ違う。あじゃあこれなんで俺中指立ててんだこれ。ちょっとやばい、ティザー銃の使い方が荒いってあの人。ちょっと待って、これなんで中指立ててんだこれ。これなんで、これなんで俺こんなことしてんだこれ。あ、北の方に行くって言ったんで、もしかしたら北側でそんな事件が発生するかもしんないっす。はい、お待ちしました。はい、おい、おい、お、悪いな、リケ。いやいや、いつも、ごひきに。結構行ってるっすね。いや、今日ちょっとね、やっちゃってね。結構行ってるっすね。一旦エンジンとボディ、多分エンジンとボディ直せばいい感じに。キョウちゃん、俺今、1000万ぐらいのものが入った車がなくなって、マジで落ち込んでる。え、なんで1000万の車なんかなくなった？いや、なんか車用車に積んでたんすけど、なくなるらしい。車用車。え、じゃあ何の、あー、安い水稼いでうんぬんってやってたやつだ。そうそうそう。はい、飯とか？そう、飯とかも全部もう、なんならもう、エンジンも消えて、ティアさんの。おう。まあ、でも150本ぐらいのコーラだったら俺用意できるよ。え？マジ？全然用意できるけど。え、ちょ、水分ないから買おうかな、50本ぐらい、マジで。買う？え、買うすか？いくらっすか？まあ、コンビニだったら、まあ、1本、ね、15万でコーラ売ってんだけど。そうっすよね、そうっすよね。うちの店、まあ一応もう普通に正規だったら1本5万で買おっかな、ね、飲み物マジないんすよね、もう。おう、全然売るよ俺。1本5000円で買った水が全部なくなったっす。おう、5000円で買ったんだ。はい、1本5000円で買ったんすけどもなくなって、うもう買えないんで、マジで路頭に迷ってました。まあ、でもそんだけ大量に買ってくるんだったら1本5万のとこ3万に負けてもいいよ。マジっすか。おう、じゃあ50本分買うっすわ。おう、いいよいいよ。じゃあ先に落とすわ。150万か。オッケー。今先にじゃあコーラ50本落とすわ。あざっす。でかっ。飲んでみよう。どんぐらい回復するんだこれ。え、全然回復し。ちょっと全然回復し。え？キョちゃん、これ本当に3万円で売ってんの？こんなもん。え、キョちゃん。キョちゃん、足しにもならんよ、これ。え、嘘でしょ、これ。半分のちょい。一十百千万十万百万です。
どうしてもなんかアリケンなんか言いたそうだね。いや、コーラ好きなんでね。一重百数。いや、マジで困ってた。本当に。この大量に作ったコーラ。これな、これなんでこれなんでこんな少ないのこれ。いや、マジでわからん。本当にわかんない。止まりなさい。危ない危ない危ない何ですか危険運転やめてください。ちょっとちょっと何もしてないでしょう。あなたね、さっき宝石店で宝石強盗とかしてる人いんのかな、めっちゃ儲かるくねって言ってましたけど。はい、言いました。何ですか、それが犯罪なんですか、発言の。宝石店で何してたんですか、あなた一体。あ、僕宝石売りに行ったんすよ。はい、なるほど。こう見えて、あの、僕あの山の方出身で。はい。あ、ど、あ、こう見えてというよりもドミニク見ての通りみたいなところありますけど、ドミニクと言います。一旦ちょっと降りてもらっていいですか。降りてもらっていいですか。あなた先ほど宝石店出た、手を挙げてください。はーい、間違えました。降りたら撃ちますよ。あのね、あなたね、スピード出しすぎですね。あなた明らかにスピード違反でしたよね。いや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 、警察も出してますよ、よく。いや、関係ないですよ、関係ないですよ、あなた。一般道120キロ以上で走ってダメなんですよ。いや、いつも出してます、警察の人も。いや、あれは犯人を追ってるからね。追ってるからしょうがないんですよ。警察だから大丈夫です。でも、追ってない、赤身カルビってやつは追ってないのに出してました。それは関係ないでしょ、今は。手錠。すいません、ちょっと、じゃあちょっと車両確認もできたので、はい、今回はちょっとあの速度超過っていうことで切符切らしてもらったんですけど、以後あの気をつけてください。はい、じゃあ今度は捕まらないように頑張ります。はい、じゃあ失礼しますよ。はい、よしよしよし。え、こっからえ、牢獄じゃないここが。訴えてやろお前ら二人。おーい。どうすんねんこれ。どうすんねん。